はい、もう汗びちょびちょということでね、いや、もう今日はようやくラストスパートだ。はい、今ね、香港のね、スニーカーストリート、さっきまで行ってたね、香港ビルとは違ってスニーカーストリートに来ております。そのスニーカーストリートの中にね、シュプリーム取り扱いあんまないんだよね。あるかもしれないけど、なんか目立たない。で、ちょうど一番近くにあるストアがこちらになります。今はシッターアンクルキッズストア、うんうん、という、ね、お店になっておりまして、まあ、ここをね、ちょっとね、レポーティングしていきたいと思います。で、おっ、大丈夫、魂に伝わってくから。あ、涼しい。はい、こんな感じでね、シュプリームの商品、もうバッグ、まあ、レギュラーの商品とノースフェイスのコラボと、値段いくらなんだろう。1399香港ドルだから、まあ1万5、6000円とか。まあその高くないじゃん。うん、あと帽子も、ね、まあそこそこの。お、すごくない？いいじゃん、ボボックスロゴ。あれじゃない、トランショップ6999とかだったっけ、うん、300香港ドルぐらい買わない。ここね、あれだよ、メインストリートだから。メインストリートだからね、ちょっとね、これちょっとね、ここちょっと貼るというわけですと、うん、でも、置いてないのとかあるし、うん、ね、こんなの俺、こっちでは初めて見て、こういうのとか。やっぱその分品揃えは薄いかもね。そうですね、なかったしね、こういうのもなかったね。まあ、シュプリームに関しては品揃えは悪くないんじゃないですか、結構。まあ、そんなやっぱ高くないね。もう値段落ち着いてきたんがね、シュプリームっていうブランド自体が。それは俺感じたわ、マジ今回。ちょっとね、全然知らないけど。こんな感じで、イージーブースト、タイドのジョーダンですね。こういうふうにあると。これもいくらぐらいだろう。俺の指標ってなるよ。メロンちゃん。メロンちゃん。もう、やつがいない。やつがいない。でも、ユーリアで周りのやつ。これは違うね。1999。まあ同じぐらいじゃない、多分。うん、おそらく。バスケの。わあ、レアなのあるやつありますやん。これも多分。値段書いてあるね。本当だ。これすごいね。9999、1万香港ドルだ。これ安くない？ 9999 香港ドルだって。1万香港ドル、これ1万2000香港ドルとしてたじゃん。9999だよね。ズームしてみて。ね。ですね。9999はね、安いよ。うん、だって他よりも。いくらぐらい？ 2000 香港ドルぐらいですよ。これ安いよね。ね、なんでこんな違うんだろうね。ね、こうやってピンポイントのとこを攻めていけば、うん、いいかもね。なんか、ね、価格差が出るからね。うん、あ、結構だと安いもんね。前、他のところと比べたら。なんだろうね。これはストックが多いのかな、これも。どうなんだろうね。謎ですよ。4699、7万ぐらいか。あ、シカゴじゃん。え、安くない？これもなんか日本とかだったら10万以上するよ。安いなんか。すげえ。もう完全に音が止まって、もうちゃんと怖い感じになってしまった。
箸買ってるかな、なんか箸欲しくなってきた。マジ、まあ、そんな感じでいいんじゃないかな。You guys, YouTuber? Yes. What's your channel? Just we make my, our channel, maybe 2 weeks. So it's not famous. Okay, where are you from? From Japan. Which city? Tokyo. Oh, Tokyo. Yeah, I like Tokyo. Thank you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  so much. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.今撮ってた。うん。下行こう。行こう。カメラ下行こう。で、二軒目ね。キックス？なんだこう。まあいいか。いやダメだ。キックスなんて書いてある。晚一点。晚一点。通过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 。哪怕我知道，我就是开到哪个款，我就告诉他。多一米是多少？ここね、何回も来てるんですけど、ジョーダン多いよね。なんかもうアディアスとかそんな多くないんじゃないかな。ジョーダン、ジョーダン、ジョーダンって感じする。一応 Google マップだとさ、AJ 専門店みたいになってる。そう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 、ほらほらほら、それキッズサイズがすごい。見てくださいよ、パッタのコラボですよ、これ。これ日本発売されてないですからね。これ3999香港ドル。サンキュープライスですね。ふざけんな。しまくぞ。これ普通にかっこいいな。まあ、バスケしないですけどね。いっぱいあるじゃん。トラビス4599香港ドル。これコンポジットと AJ1 コーナーですね。これとかすごいんじゃない？俺見たことない、こんなの。すげえな花火。おー、でも3900円、まあ高いけどね、うん、すごい高いけど、おー見たことないもん。すごい。出られないが、一つの、このね、指標となるね、こちら。これね、4400コンコンドとかだったらちょっと高いね。さあ、いくらでしょう。はい、ドドン4899。めちゃ高い。ちょっとハードル上げちゃったじゃん。超えちゃったじゃん。めちゃ高い。超えないだろうなと思ったハードルを。やっちゃったね。思いっきり超えてったわ。普通にピョーンいったもん。ああ、これ9000香港ドル。まあまあメインストリートにあって2階だし、俺たち一番最初に見つけた店ここだもんね、正直。もうここはね、場所代ですよ、正直それ壊るね、ほんと。わあ、トラビスちゃんじゃん。もうこういう企画を取りまくって、もう嫌っていうほど知ってしまったトラビスさんじゃないですか。これ値段書いてないね。これはね、時価。確かにそうだね。時価の価格になります。はい、オーファイト、ウエンジが。お、ここ高い。見て、14999。5000香港ドル違うからね。やばいね。1個上がるだけで。ね。すごくない？すごい。あれカンストしてるから9999なのかな。逆にやばない？これじゃ5000香港ドル違うよね、うん、とすごいね。この差はやばいね。ね、ビビり散らしたわ。これ49、なんかもう簡単にバグってきた、うん、ちょっと俺もそんな感じ。なんか10万とか言われてもさ、あ、そうなんだ、うん、ふーんって、うん、20-30万になるとうわ高えってなるけど、バグってきた。こう映してると、すごいイージーな。どんどん映してどうするみたいなとか。ここすごい。店の愛が詰まってる。すごいね。これなんて読むんだろうね。ちょっと聞いてみて名前。これ？ああ。キックス？キックスドリームズじゃん。あ、キックスドリームズってなんか。すごくない？でかくね。でかくね。何センチなんだろう。
あ、これで前蹴りされたら超痛いだろう。想像することがもう過激すぎ。だってこれ実際にある靴でしょ、って。まあそうだよね。履いてる人いるんでしょ、うん、バスケット選手で。巨人じゃん。そりゃまあ、でかくなるわね。かわいいね、なんか、うん、子供できたらこういうの履かせんの。いや、絶対履かせない。やっぱいるじゃん、うん、子供とその口みたいな、うんうん、これいいと思うよ、すごくいいと思うけど、子供できてないと分かんないわ、まあ、俺だってちっちゃい子こんな高い靴履かせられたことないし、わかるね。俊足だったわ、いつも俊足も俺高くて買わせてくれなかったよ。マジで、おう、やばくない、お前、何履いてたの。上履き、裸足で俺たちは生活した。Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Bye bye. はい、そんな感じで今2店舗一気にね、すごいみんな振りかぶってる、うん、はい、2店舗ね、こちらの店に、ね、行ってきました。キックスドリームさんとアンクルキッズストアさんに、まあ、2店舗行ってきました。いや、なんかこういう店俺さ、すごいもう生き慣れてると思ったんだけど、なんかちょっと特徴的だったのは、まずジョーダンのお店は、このジョーダン専門店みたいな感じだよね。あのバスケのユニフォームも売ってたりとかしてたし、で上のシュプリームはシュプリームで、まあ割とね、あの価格、あそこだと安い、だってもう5000香港ドルも下がったじゃん。やばいよ5000香港ドルってね。あ、普通に考えたらだって6、7万するでしょ。そんな差がこの回だけで生まれてるってことはやばいからね。で、まあ、スニーカーストリートはね、まあ、ちょっとバーっと一番出てる。アディダスとか、まあ、ナイキとか、まあ、そこら辺にあるんですよ。で、やっぱりちょっと離れてるじゃん、ああいうプレゼショップみたいのって。まあね、それに比べたらこれ楽じゃん、行くの。確かに。だからね、ちょっとここ来た人はね、ちょっとね、行ってくださいってお店です。2つのお店の店長いたけど、もうみんな優しかったよね。もう、ごめんみたいな。こんな感じなんで、もう皆さんもね、ぜひこちらに来てくださいというわけでね、今回は終わります。チャンネル登録とね、グッドボタンお願いします。じゃあね、バイバイ。